こんにちは。包丁の研ぎ方についてご説明します。まず用意していただきたいもの、もちろん包丁、それから砥石、そしてタオル、それから最後に仕上げるときに使うのが新聞か電話帳のようなものをご用意ください。泡ができたら砥石をこのように台の方にセットします。包丁を研ぐ前にまず刃を潰します。はい、これで切れない状態になりました。ここから研ぎ始めます。一番最初に重要なこと、これが最も重要なことになります。何か、包丁を研ぐときに砥石に対しての角度をぶれさせない、角度をきちんと決めるということですね。で、最後まで決めた角度を貫き通して研いでいただくのが最も重要なポイントになります。だいたい角度にして16度ぐらいです。16度ぐらいって言いますと、最終的には勘になるので難しいんですけれども、だいたい小指の先のところが包丁のこの背中の隙間に入るぐらいにしていただければだいたい16度前後になりますので、それを目安に行ってください。包丁をこういうふうに見ていただいたときに、包丁の柄が軸と考えてください。軸だけ持ってますと非常にブレやすくなりますので、軸から遠いところを一緒に持ってあげる。人差し指で親指でここを押さえて、で反対側の手は指2本ぐらいで結構ですので、刃に近いところを押さえます。でその研ぎ方なんですが、砥石の縦の幅いっぱいに使ってください。なぜかというと、小さく研ぎますと真ん中だけすり減って良くない刃がつきます。そしてブレやすくなりますので、砥石の縦の幅をいっぱいに使ってこのように研いでいただきたいですね。こんな感じです。でここが研げたと思ったらちょっとずらして、でさらにここが研げたと思ったら少しずらす、でここが研げたと思ったらさらにずらす、というふうに包丁全体を研いでいくわけですね。部分的に研いでいくと正確に研げると思います。そしてポイントの2番目、これは、おそらく研ぐ人が考える質問があると思います。その質問とは、何回研いだらいいんでしょうかということだと思うんですね。その答えがポイントの2番目ということになります。何回研いだらいいか、答えは回数ではありません。包丁の状態を見てあげてください。時々ゆすいであげて研ぐと、砥石でこの面をこすりますので、削れた金属が上側にまくれ上がってきます。そのまくれ上がりが出たら研げたということになります。別の言い方をすると、包丁を研ぐということはそのまくれを出してあげることです。で、それをチェックしてあげるというのが2番目のポイントですね。どのようにやるか、ここを研ぐとこっち側に出ますので、こういう感じで調べます。こういう感じ、全体にわたって調べます。ここからここまで全てにおいて出てることが必要です。どれくらい出てればいいか、必要最小限で結構です。特にこの辺りは難しいので、少しお尻を持ち上げてあげるとここがよく研げますので、そのようにやってみてください。それが2番目のポイント。そして3番目のポイント、この包丁は両刃の包丁です。片側だけ研いだのではいけません。反対側も研いであげるというのが3番目のポイントになります。そのやり方はどうするか、今までこういうふうにやってました。そのまま反対向きにして研いであげればいいわけです。あとの理屈は一緒です。今までこうやって安定させている持ち方をしてましたが、今度はこのように人差し指を刃に近く、親指を背中のところ、その状態でこうやっておきます。角度は小指の先が入るぐらい、これでだいたい16度ぐらい、その状態で指2本で押さえます。力を入れず縦の幅いっぱいに使って研ぎます。どんどん進んでいきますと、ここのところも研ぎたいのですが、包丁の柄がここに干渉してしまって研げなくなります。なのでここを研ごうと思ったら真横にずらして、ここがちゃんと砥石の中に収まるようにして研いでください。
左手はこうやって押さえて、この親指空いてますから、ここでこうやって押さえるとより安定して解くことができます。で、このように当てて小指の先が入る角度、その状態で角度をぶれさせないように丁寧に丁寧に解くわけですね。こんな感じです。チェックします。 OK、 これで大丈夫ですね。それが3番目のポイントですね。両方研ぐということですね。で、これで包丁は出来上がりなんですが、4番目のポイントは、この出た引っかかり、まくれを取り除くというのが4番目のポイントになります。どのようにするか。先ほど準備していただいた、ニュースペーパーや、実際には斜めに当てて、引き起こしながら、やります。全体をそういうふうに取ったら、反対側もそのようにやります。で、チェックします。両方からチェックします。で、全ての引っかかりが取り除けていたら完成となります。